はい、おはようございます。今日は2020年5月12日火曜日でございます。はい、ちょっと風の雑音が入っとるかも分かりませんが、このチャンネルはですね、チンゲンサイ栽培にまつわるあらゆる活動を通して世界中の皆さんにチンゲンサイの魅力をお伝えしつつ、小さなハッピーもね広げていこうじゃないかと、そういったチャンネルになっておりますので、毎日ねいろんな出来事が起こっております。農作業の内容はもちろんのことですね、それにまつわるいろんなことを紹介しておりますのでね、ぜひ、たまたまこのチャンネルに立ち寄っていただいた方はね、ここで諦めずに続けて見ていただければと思います。はい、そんな感じで今日も元気にスタートしましょう。ハッピーチンゲンサイ。はい、今日はね、今日もまあいろいろすることあるんですが、ちょっと母ちゃんの方からリクエスト来まして、このゴミがね、今燃えるゴミと燃えないゴミこんな感じで分けたんですけど、ここをもっとちょっとちゃんとしたのを置いてくれということなんで、ちょっとねシャシャッと作っていきたいと思います。はい、ということでね、何の材料を使って作ろうかなと思いながら、ハウスの中ごそごそちょっとね、あの育苗ハウスの物置になっとる部分をごそごそ探してたらですね、ハウスを建てた時のパイプでね、いろいろ残った端材があったんで、それをちょうどいいのがあったんでね、それを使ってちょっと作っていこうと思います。これがちょうどいいのがいろいろあったんでね、で太さはこれ、22です。ハウスのパイプね、いろいろ、まあ、太さあるんですけども、まあ部分によってね使う太さが違ったりするんですが、これは22で、もう1個細いので19のがあって、これの次に太いのは25、ね、一般的なアーチパイプは25かな、でその次がまあ32っていうかな、31っていうかな、まあ正式には 31.8、 僕らはよく31パーというんですが、31パーの、うちのハウスは31パーがほとんどですけどね、アーチは、はい、いう、まあ、規格がいろいろあるんですけども、これはまあ22の、ね、太さが転がっとったんで、この端材を使ってやっていこうと思いますが、こういうね金属を切るにはですね、こういった高速カッターが必要となります。でこれはね、まあ、うちらも古くてボロボロですけども、まあ全然切れるんでいいんですが、まあ新品買っても確か5、6千円で売っとると思います。はい、でまあ、ビニールハウスなんかをね、パイプハウスを自分で建てようと思われる方は必ずこれが、まあ、はい、そうですね、必ずこれがないとちょっと難しいと思います。これとインパクトドライバーですかね、はい、最低限その2つはいると思います。で最悪ですね、まあまあハウス建てる場合は絶対いりますけど、まあちょっとしたねこういう金属のパイプを切るには、まあこの高速カッターがないという方、まあ5、6000円も高いなと、今日みたいにね、今日の僕みたいにそのゴミ箱ね、分別の袋をかけるだけの枠を作るだけのために他には使わないので5、6000円もったいないという方は、こういったねパイプカッターという道具があります。はい、これでまあ切ることができるんですが、どのようにちょっと一回切ってみましょうかね。これで、はい、これをまあちょっと切っていきますが、どうやって切るかと言いますと、ね、ここはまあカッターになってるわけですが、これでこうまあ調節、太さのね調節、まあ切る印があったら切る場所にこのねカッターの場所を合わせてこうね締めていきます。はい、このように締めたらこうぐるっとねこう回します。
で回すとこの刃が食い込んで緩んでくるので、また締めてぐるっとグリングリン、これをね、グリン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 回します。はい、そうするとだんだんこの溝がね、見えますかね、ここね、だんだん溝が深くなっていきます。どんどん刃が食い込んでいきます。締めては回す、はい、締めては回す、はい、締めては回す、はい、あ、落ちたけど、はい、そんな感じで見事切れましたね。はい、まあですが今日はこんなことしよったら時間がないんでね、高速カッターで切っていきますが、まあこういったね、パイプカッター、パイプを切る道具も手動で切る道具もあるということのちょっと説明いたしました。はい、それではね、ちょっと長さを揃えてガンガン切っていこうと思います。まあこういったね、パイプカッター、パイプを切る道具も手動で切る道具もあるということのちょっと説明いたしました。はい、それではね、ちょっと長さを揃えてガンガン切っていこうと思います。はい、これでね、一応使用するパイプは切り揃えましたので、あとはこれをちゃちゃっと組み立てるだけなんですが、どうやって組むかと言いますと、この先にですね、どう言ったらいいですかね、かぶせて先っちょが潰れたやつで、で反対側はどう言ったらいいですかね、ペリカン言うんですかね、どう言ったらいいんですかね、どういう正式名称か分かりませんが、反対側もこう輪っかのようなつまむやつをつけて、それを蝶ネジで留めていくこの部材があるんですけども、それを先ほどね、もう安いんですよ、先っちょ百何十円で売っとると思うんですけども、それでつないでいけばこうね、縦横止まるんですが、さっきホームセンター行ったらね、ちょうどこの22のパイプ用がもうなかったんですよね。なのでやれやれ、これ今日もどうしようかいの思いよったら、ちょうどねこのコーナージョイント、もうコーナーにねこう
ちょうど縦横奥行きとねつなげれるこういうジョイントが売ってたんで、あ、これは便利じゃなと、まあ、この方が確かに収まりはいいですし、しっかりカチッとしたもんができるんでいいんですが、ちょっと高いですよね。要するにこれが各角 1,2,3,4 と上と 1,2,3,4 8 箇所、8個これがいるんで、これがね1個600円ぐらいですかね、はい、そのことを思えばね、DIY で作って安くあげるということにはならんのんですが、まあもう今日はしょうがないで買いましたが、まあ便利は便利です、はい、なので今日はこれで作っていこうと思います。はい、それではね組んでいきます。浮かせといてね、あそこへ引っ掛けれるようにゴミ袋がね、はい、 OK、 完成です。さあ設置してみましょう。はい、この状態がですねどのようになるかと言いますと、はい、このようにゴミ袋をそのままかけて、ちょっともうちょいコンパクトでもよかったな、これちょっとパンパン、もう15銭、もうこれぐらい縮めてもいいですね。そしたらもっとゆったり袋もかかるし、まあそれは切ってね寄せる、切ってね寄せればいいだけなんで、1,2,3,4 箇所切ってグッとあっちへ寄せればいいだけなんで、はい、また今日はとりあえずこのまんまにしといて、また後でやっときましょう。はい、とりあえず完成です。はい、ということでね、まあゴミ箱は完成しましたが、これ今日の農業新聞、以前ね、農業新聞の取材の動画をお届けしたと思うんですが、あったここはね広島版のところへ、カレーのチンゲンサイカレーの紹介をね載せていただきました。まあねこうやってなんやかんや出してもらうのはね人間祭のアピールになってねいいんじゃないかと思います。もし、農業新聞撮っておられる方がおったらね、今日の5月12日広島版のところへ出ておりますので、どうか読んでみてください。はい、
そんなところでね、今日は終わっておこうと思います。それでは皆さん、また明日、ハッピーチンゲン菜。カレー食いとなったな。